こんにちは、モリスクです。今日はルミナーネオの新機能の紹介をしたいと思います。まずルミナーネオって僕が2年前ぐらいに紹介した写真のね編集ソフトなんですけれども、まあ、それにですね AI 機能がいろいろと追加されました。もともとサブスクのねソフトなんですけれども、それに追加パックとしてねいろいろと増えていました。まあ、追加パックは買い切りなので、もう一回買ってしまえばねずっと使うことができます。追加のパックもめっちゃ今ねセールで安くなってるんで、買うなら絶対今です。マジでチェックしてみてください。とりあえず購入リンク等々は概要欄に貼っています。Adobe の Photoshop にあるようなジェネレーティブ塗りつぶし機能だったり、まあ、そのね領域を保管するやつとか、そういう AI 機能もたくさん追加されてますし、他にもこの写真限定でね、まあ、明かりをねこんな感じで綺麗にキラキラにするやつとか、あとスケールアップするねやつも入ってます。これもねめちゃくちゃ簡単にできます。で、今回は僕がこれめちゃくちゃいいなって思ったのをね一部抜粋してね紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。今まで僕がルミナーネオを使ってきた方法は、現像が終わった写真、ライトルームとかで、修正したやつをルミナーネオで開いて、で自分で作っているプリセットを当てて目とか肌をきれいにするってやつですね。これ当ててあげると、まあ、かかりすぎなんですけどこんな感じでね目がキラッキラしますよね。ビフォーアフター、まあ、写真によってすごいかかりすぎたり、そのグレインノイズが乗ってったらこんな感じに激しくなっちゃうので、まあちょっと微調整は必要になってくるんですけど、こんな感じでね、これがビフォーアフターですね。すごいポートレートでねちゃんと人物の目も綺麗に写して明るく補正することができました。まあ、今までこんな感じでちょっとの補正しか使ってなかったんですけど、最近拡張機能が追加されて AI のものがいっぱい増えてたのでね、それをねちょっと見ていきたいなと思っています。まあ、こんな感じで、新しい拡張機能っていっぱいあるんですけど、まあ、パノラマ、複数撮った写真をくっつけたりすることもできるし、いろんな場所にピントが当てた同じ場所で撮った写真を合わせて、まあ、全てにねピントが合うようになったりとか、まあ、ここはあれですね、 Photoshop の Adobe でもあるような背景を削除して入れ替えたりとか、はい、あとあのスーパーシャープをめちゃくちゃ上げたりとか、なんかミストフィルターつけたように撮影したりとか、ノイズ消したりとか、まあ、こんな感じでですね、僕ら、Adobe 使ってる人が多いと思うんですけど、まあ、そんな感じのね補正をこのソフトでも使うことができます。まあ、写真しかいない人はですね、まあ、Lightroom の単体契約してる人もいると思うんですけど、 Lightroom との連携もできます。はい、こんな感じですね。 Photoshop からのプラグインとか、 Lightroom からルミナーネを開くとか、だから両方持っててもねめちゃくちゃ使えます。僕も現に両方使ってるので、というわけで、簡単にね、新しい機能を実際に試していきたいなと思っています。まずここにね追加されている拡張機能 HDR マージ、終点結合アップスケールですね。まあ、この上2つはですねちょっとあの僕素材が足りないので割愛するんですけども、まあピントを合わせるやつと HDR 化するやつですね。まあ、ここはねそんな使う人はいないかもしれないですね。まあ、建築系とか風景写真を撮ってる方は使うかもしれないです。僕は結構人物撮ることが多いのであんまり使わないんですけど、でまずはこのアップスケール試してみましょうか。まずこれ生成イラストなんですけども、まあ生成イラストなんで手がね変だったりするんですけど、これ目とかをねよると、まあ、解像度そんなに良くはないですよね。まあ、逆に解像度良かったらちょっと偽物ってバレちゃうんで、わざとねぼかしてる感はあるんですけど、まあ今日はこれ使いやすいのでこの画像をねアップスケールの中に入れてみたいと思います。これをドラッグアンドロップで入れるだけで、あとはアップスケールを2倍4倍6倍どれにするかを選択するだけです。はい、じゃあ4倍とかにしてアップスケールをクリックします。はい、できました。めちゃくちゃ早いですよね。これ開いてみます。さっきと同じように拡大していきましょう。はい、わかります。さっきよりめちゃくちゃ揺れますよね。まあただ AI なのでここら辺がねちょっとあのバレちゃいますよねまあ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 、なのでねこういう服とかはねすごいさっきよりはディティールよく出てますよね。こんな感じでね画質が低いやつをですね、画質を元に戻すというか AI で補正するものでございます。まああとこの上にもですね生成ツール、はい、ジェネレーティブ塗りつぶし的なやつがねあるんで、過去に紹介したね Adobe みたいな感じで消したりとか追加したりとかいろいろできます。じゃあ今度はこの風景の画像を使ってですねスーパーシャープとか試していきたいと思います。編集を押すとですね、編集画面に入るんですけど、結構 AI ってついてるものが多いですよね。はい、新しく追加されてるのでそこら辺をねチェックしていきたいと思います。まあ、元からこの写真すごいシャープ悪くないんですけど、はい、こんな感じでねスーパーシャープを押します。はい、これで、調整シャープをどうするか、まあ、中選択します。そうすると
読み込みが始まりましたね。でしばらく待つと、スーパーシャープが提供されます。はい、こんな感じで補正できました。ビフォーアフター、さっきよりこのぼやっとした感じがなくなってパキッとしてますよね。まあ、こう見ると分かりやすいんじゃないですかね。はい、こんな感じになりました。こういうぼやっとした感じがパキッとシャープ、はい、なってますよね。ちょっと余談なんですけど、この補正のね AI のアクセント、これ上げるだけでこんな感じになります。あのめちゃくちゃ僕これ好きなんですよね。まあ、スカイエンハンサーとかもね、まあ、空の、はい、パキッとする感じで色を出してくれるんですけど、まあ、これするだけで補正風景良くないですか。あのビフォーアフターで見たらすごいですよね。もうこんな感じです。この補正 AI もめちゃくちゃおすすめです。まあ、あとこの空のね入れ替えもあるんですけど、まあ、ここら辺はね、はい、よくあるやつですね。簡単に空を入れ替えることができます。はい、こんな感じでね空を入れ替えました。でも元々の方がね僕は好きなんで、これはいいかなって思います。はい、それとあとこのスーパーシャープなんですけども、はい、こんな感じで、まあピントがねこれ合ってない写真なんですよね。はい、これを補正することもできます。はい、まあ高いにしたらちょっとガビガビになっちゃうんで、まあ、手とかにした方がいいかもしれないですね。はい、まあ寄ったら違和感出ちゃうんですけど、遠目に見たらピント合ってる感はありますよね。であとですね、このフェイスエンハンサー、これをクリックします。顔が AI で補正されました。わかりますか、これちょっと AI が描いてるんですよね。まあ、仕事ではね使えないんですけど、まあ、こういうね素材が送られてきた場合とかを無理やりこうやって補正することができます。はい、ボケてる写真がこんな感じで人物の顔にもちゃんとピントが合ってるっていうね、ちょっと無理やりな補正なんですけど、こういうこともできます。はい、続いてこの写真ですね。ちょっとあのフィルターをつけてね、わざとこのキラキラをこんな感じで撮った写真なんですけども、これのですねライトをですね、自由にいじっていきたいと思います。まあ、元からあるライトを消すことはできないんですけど、こういう下のライトとかもね、いじることができます。マジックライト AI、 はい、これで強度をちょっと上げます。そうするとこんな感じで、わかります、キラキラが増えてますよね。まあ、ここを触ることでいろんなね、項目をこう、はい、いじることができるんですけど、とりあえずね、今回元は6本なので、ここも6に揃えてあげて、で回転でこの伸びてる線の方向も元のやつと揃えてあげます。でここだけ追加されてないので、ブラシサイズを整えてあげて、ここをクリックするとここも光を追加することができます。で光沢を上げてあげることでぼやーっとね明るくすることができて、はい、どうでしょう。まあ、ライトだけの補正したんですけど、まあ一瞬でできましたよね。ビフォーアフター、まあ、全体のキラキラが統一した感じありますよね。はい、これ一発でできちゃいます。まあ、ライトルームではできない補正だったり、フォトショップでちょっとめんどくさい補正とかをこんな感じでワンタップで補正する機能が今たくさん追加されています。はい、こんな感じでした。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、ライトルームとかフォトショップよりもめちゃくちゃお手軽に写真のレタッチ補正とかをすることができます。まあ、設定した項目はプリセットとして保存できるので、まあ、いつでもねすぐワンタッチでね、補正することができます。僕もね人物の目とかのやつはねいつもすぐ簡単に、ワンタッチでやってます。ちなみに書き出した写真はですね、僕 Windows iPhone なんですけども、もうすぐねスマホと連携して一瞬で送ることができます。Mac iPhone だったら AirDrop で送るとか必要なんですけど、これはねもう本当にね Windows iPhone とか Windows Android でも可能です。まあ、そういう面でですね、インスタグラムとか SNS の写真更新にめちゃくちゃ便利なのでね、それも含めてお勧めしております。今日は全部紹介できなかったので、他にね、気になることとかあったら、コメント欄とかでね、質問してください。それでは、ルミナーネオの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。